静香さん。あ、先生も。おしのさんの派手姿に近づかれて寒さにめげずうかうかとね。そやさ、まあ旦那のお世辞はちっとも信用がないんですね。ああ寒かった。柳をあしらったしらさぎの立ち姿、全くいい柄だった。伊達先生、春の大作だ。おしのさん、書いてもらい、展覧会の人気者になれよ。またおっしゃる。先生はね、本当にお嬢さんをお書きになりたいんですよ。どうやら私では役不足らしいな。あんなこと。役振りますのね。ああ、よくするね。どうぞ。おかみさん、先日はどうも。いいえ、今日はご苦労様。ねえ、おっかさん。伊達先生と妻の旦那が。今ご挨拶に行くよ。また若吉さんがおとも。先生、若吉さんはそんなにお好きなのかしら。先生はああいうお堅い方のくせに水でさばけてらっしゃるんだもの。若吉さんでなくたって大騒ぎするわね。そうね。姉ちゃん、お帰んなきゃ。いいね、烏山に抱っこして。嬢様、ご機嫌か。ありがとうよ、よくおいでだね。おふくろから手紙が来ましてな。英気になって風呂滝の昔を忘れちゃいけねえって叱られましたで。相変わらずのおっかさんだことね。今度の場所が前場所通りの調子なら夏場所には泣くかね。それもこれもみんな旦那のおかげですわ。お世辞がいいね。姉ちゃんと希望もご用があるから後でね。お父さんは今アジアでお客様と。あ、そう。おじさん、いらっしゃいます。おしださん、ちょっと遊びにおいで。ばあさんも恋しがっているからな。ええ。お父っつぁん、伊達先生がお見えになりましたわ。そうかい。これはどうもなんだね。怪しいね。いらっしゃいます。相変わらず艶やかなもんじゃねえ。ちょっとわしの部屋も来たらどうじゃ。ありがとうございます。午前。どうしてじゃ。他から見るほどいいお家でもございませんし、ご存知でございましょう。築地の町屋の伊佐も、あちらへ変わろうかと存じます。じゃあ明日の約束はどうするんじゃ。お嬢さんのことでございましょう。ちゃんと心得ております。沖縄にお任せくださいまし。先生にはあまり差し上げちゃいけない。ご病もだから。そうですね。先生は金豚召し上がれ。いくら大好物でも金豚一点張りじゃ。雨をしゃぶれて行かれませんな。一切欠かしてくれんな、おしのさん。雨だってしゃぶるよ。先生、本当に、私でもお仕事の役に立ちますんでしょう。冗談と思ってんのかい。
でも、ばあさんが。いや、私を引き合いに出すことはないよ。先生。あれ、先生。これは行くな。野暮用に取り紛れご無沙汰しております。株で儲けすぎるからだろう。とんでもございません。ご気分は？ご覧の通りさ。何か面白い話はないか？はあ、どうだ、稲城が幼なじみに振られた話などは？はあ、高志君、稲城は君の兄貴とも思えん腰抜けだよ。あなた。そうだろ、高志君。金で見返るような根性の腐った女にまだ未練があって、肝心の家の修行をおろそかにするやつだ。何か？高志さん、気にしないでくださいよ。何もあったわけじゃないんですから。いい奥さん、先生のお言葉通りです。もちろん私、その女のことなど思い切ったつもりでおりました。しかし、ともすればその未練の黒根が先日お目にかけた絵にも現れていたに違いありません。高志君、君の兄貴は感じやすく情に脆い。はあ、それが絵を描くのに役にも立てば邪魔もする。私の弟子はいくら回るが、子供の自分から目をかけたのはこの稲城一人。それだけに残念だ。先生。おじさん、一体お篠さんの気持ちはどうなんでしょうね。何、お篠さんが私を嫌ってるぐらいは分かってますよね。それでいいんでしょうか。嫌なこと言うね。それが俺に言うセリフかい？でも親父がブツブツ言ってましたね。そうかい。で、金とお篠と関わり合いがあるとでも言うのかい？まあそうなんでしょう。つまり私とお篠さんと一緒に住むつもりでおじさんにご用立てしてたんでしょうかね。与吉、立派な旅券だな、おめえ。お姉ちゃん、はい、お盆出しててね。こんにちは。あら、お母さん、昨晩は失礼。いいえ。少し待っててくださいね。ここで一服しててくださいな。ありがとうございます。あら、若旦那。俺が遊ぶなんてことを黙っててくれよ。いけないんですか？大変改まったお支度で。今日はお嬢さんのお供で伊達先生の見舞い。かっちゃん、あと片付けておくれ。よろしく。失礼。ごめんなさいまし。あ、もし、菅原旦那。いや、若切ったんだ。お篠さんも。先生。うん。急に容体が思わしくなくてね。お医者も詰めているし、縁故の深い人には今のうちにという次第なんだ。そうとも知らず、もうだいぶよろしいだろうぐらいで。菅原さん。隣の部屋からでも、お庭先からでも結構でござんす。一目お見舞いを。お篠さん、仲良したちの嬉しい見舞いに会わないなんて、
そんな水臭い先生じゃない。ちょっと待ち。お嬢さん、なぜ今まで黙ってらっしゃった。それほど先生がお好きなら、若吉さん、あなたこそ。あ、奥様、ご挨拶は後で。待ちかねております。どうぞ。よく来てくれたね。嬉しいよ。病人っていうやつは色気がなくって。ちっとも代わりになりませんよ。そう言ってくれるのはありがたいが、あなた、お二人から結構なお土産を頂戴いたしました。先生、お嬢さんがご自分で。お、先生、よく均等を召し上がれと叱られましたっけな。君。はい。おしのさんの心入れの均等を食べよう。どうした？あんまり嬉しいございますもの。いけない。陰気は困るよ。はい。君。はい。帰りの絵を持っておいで。はい。おしのさんの絵を描くはずだったな。このざまだ。約束のお方をと前々思ってたんだが。あんた、すみません。正服だが、先生お気に入りの作です。しみてやりくりのことも考えてくださいよ。しかし俺に言わせりゃ、よくここまで持ちこたえられたと思うくらいなもんで、俺たちの出るご時世じゃなくなったんだ。でもようちゃんとおしのが夫婦になれば、兄さんはまた融通してくれると言うんだし。金に絡んだイングさんは気に食わない。それに俺もよきちゃ嫌いだ。それじゃこの前借りた2000円はどうするんです。兄弟の中でも親借しないと怒ってるんですから。ねえ、もう一度だけおしのの気持ちを確かめてみていいんじゃないですか。姉ちゃん、お帰りなさい。一人で遊んでたの？ええ。どう？何をして遊んでたの？お物音。ただいま。あ、ちょいと。あの、としぼ、あっち行って遊んどいで。うん。
お父ちゃんは姉ちゃんとお話があるんだから。何ですか、とっつぁん。何、社長からまた与吉のことでうるさく言ってきたんだがな。わがまま言ってすみませんけど、ねえ、とっつぁん。私どうしてもよっちゃんをご亭主に持つ気になれないんです。ちょうどこの際きっぱり断っていただけませんか。うん。ねえ、おしの、まあ、おっかさん心配しないで、ご恩返しはいくらでもしますもの。だってお前、おっかさん一生のお願いです。おしのの言うことも聞いてくださいね。そんなこと言ったって、確かに金は受け取った。縁切り話も承知だな。え相変わらず目先の見えねえ男だな。痩せ我慢で持ってきたこの金、お方これは。兄さん、相変わらずの余計なおせっかいだよ。与吉はいないかね。店の者に聞いたらいいだろ。帰ってきたらよく言ってくださいよ。誰にももう遠慮はいらないから、これからは大っぴらで何をしてもいいってね。その代わりや、私のところへはあんまり足踏みをしてもらいたくないってね。来てもらいたくねえのは俺の方だ。分かってるよ。お邪魔したな。私はね、稲荷さん、絵を売買する飽きんど根性を離れて、先生同様あなたとお付き合いがしたいんですよ。は、高志君、君の夜なえたところで世間を知らない兄さんを助けるんだね。しかしあまり粋な方は。勘弁してくださいよ、奥さんの前で。ご仏壇への手前もあります。稲荷さん、つい取り紛れて遅れましたが、伊達の形見です。あ、何でも努力しとつ。あの名題の辰巳屋さえ潰れかけてる世の中。ごめんください。まあ珍しい。おお、こっちを入んなさい。おとりが来てくるよとは思わなかったよ。早く上がらなきゃならないんでございます。何しろ暇がございませんもんね。お店の方はうまくいってんのかい。おかげさまで主人も万事私任せの時代で。結構だね。お嬢さんたちは。あ、神井さんが来てね。2階だよ。じゃあちょっとお前、ごめんくださいまし。まあおとりさん、すっかりご無沙汰しちゃいまして。いらっしゃいまし。まあ大きくおなりになって、お行儀のいい。おとりがおいしいおみやを持ってまいりましたよ。さあ、下へらしくて。あの、お姉ちゃんと後で。いつもお姉さん高校でいらっしゃる。神さん、いいお口でしょ。ええ、神よい妙に。本当にほらほらいたしますよ。お気をつけなさいよ。お好みは難しいから。この頃はそんな贅沢じゃありません。自分で言うの。今日は伊達先生の通前会が高揚感であるから。
おやさらでございますか。じゃあまた後ほど。お嬢さん、ますますおきれいにおなりでございますね。これ直したかい。まったく、なぜお一人でいらっしゃいます。このありさまでムカついてのあるまい。ご冗談を。手前のところお見えになるおなじみのお客様までが、お嬢さんはどうした、どうだ、せませんかなどと。嫁にじゃあるまい。おたり、人間落ちぶれたくねえな。お客様の冗談でございますよ。おいじ、ほら、ひとっぷら浴びてくる。はい。今日の高揚感はお嬢さんの一人舞台でございますよ。お名残の。え？ねえ、こうしちゃいられないの。辰巳屋が潰れたのは私がよっちゃんを嫌ったからでもあるし、あのおとりさんのとこに女中さんが嫌ないかしら。おや、そうでございましたか。ね、及ばずながらお力になりますとも。でも何も待ち合いの女中なぞに。芸者になろうとでも言えば、昔出入りの姉さんたちがお世辞にも客分で出たらと勧めてくれるんだけど、同じ流れの中なら浅瀬を選ぶのが人情よ。さあ、お考えようですがね。近々に相談に行きますよ。どうぞ。故白楊先生は幼少の頃よりつとにその道に仕入れられ、共進会及び万国博覧会その他において名誉の受賞を得られましたこと数回、画壇の重鎮としてその名を謳われておりましたが、不幸病魔の犯すところとなり、我々の愛席のうちにその天才的障害を負わられました。さすがは伊達先生ですな。大した人気じゃありませんか。ねえ、あなた。こうなると受付は惨めなもんですな。いや、あの、いらっしゃるかしら。さあ、賑やかなことはお好きだったけれど、でも気心の知れた内輪のお集まりでお嬢さんの板をお聞かせした方が。あなたの板でね。お弟子さんですよ。でもご親類以上に可愛がっていらしたご秘蔵の。それでご門が同じなんですね。ええ、そうなんです。皆さん、ご苦労様でした。どうぞ会場へ。しか
ただし、ここはもう私一人では。そうですか。あ、すいませんね。では、お言葉に甘えて。どうぞ。お前ももういいよ。兄さんこそ今に赤状期が始まるじゃないか。それは偉い先生がどの役目だ。俺なんぞに誰が。先生、お願いね。そう、いじめんなよ。堪忍してくれよな。ね、大事なお客様に頼まれたんです。ああ、命が続かんよ。ごめんなさいまし。恐れ入りますが、どうぞ。お先ほどからお願い申そうと思いましたけど、お忙しいようでしたか。でも、私などに。ちょっと、何でもよろしゅうございます。いや、しかし、先生方に書いてもらいになれないのでしたら、私、お世話いたしますが。いえ、私、先生との頂戴いたしたいんです。おほんの、墨をつけてくだされば、今日の記念にします。あ、恐縮です。何かお望みを。そうですね。酒に進めでも。え の辛抱ですよ。あ、場所は堅苦しい挨拶は抜きのこと。さあどうぞこっち。この度はおめでとう。いよいよ腕を示す時が来ましたな。とんでもない。若造いい気になっては亡くなられた先生に叱られます。どうぞそちらへ。遠慮なくさ。そうやっていらっしゃると高揚館の受付にいらした時そっくりです。ああ、あなたか。まあ今までお気づきにならなかったの。
随分ですわね。さあ、お羽織を取りなさいまし。さあ、おいで。その方が頼もしいわ。では、これはしたり。せっかく先生思いの二人を引き合わせようと思ったのに、おしのさん、きっと先生が先回りしたんだね。ええ、そうよ。おしのさんというと？ご存知のはずだ。先生ご贔屓の辰巳屋の娘さん。の、慣れの果てですわね。ありがとうございます。お支度してもらおうかね。稲城さん、今夜はゆっくり飲んでください。先生の話をしてくださいな。気をつけなさいよ、稲城さん。あぶごめに先生ののろけを聞かされます。私のは愚痴、片思いですもの。もちろんだ。出なかったらとっくに後を追って死んでる人だからね。そういえば、先生のご葬儀の後で棺を納めるとき、少し離れた陰から拝んでいたご婦人がありましたが。ええ、若吉姉さんと私です。ねえお嬢さん、私はこの頃見かねてるんですがね。なぜ？なぜって、お嬢さんはどうしても女中には向きませんよ。でも、ご主人は大したものよ。そりゃお嬢さんほどの身入りのある女中衆はありませんよ。でも、気前が良すぎますよ。そりゃ、昔なじみの芸人たちや芸者衆に姉さんと立てられりゃ黙っちゃいられない。そりゃ当たり前じゃないの。お家満足に仕送りができりゃ、何にも言いたくありませんがね。ちゃんと知ってますよ。タンスの引き出しに何枚義理の悪い証文が入ってるか。お嬢さんさえその気なら待ち合いぐらい出してくれるお客はいくらでもあるんですがね。よしてちょうだい。分かってますよ、はい、ですからさ、内緒ですよ、はい、ちょっとした禁酒がついて私近いうちに小引町で待ち合いを出すことになったんですよ、はい、どうでしょうお嬢さん、ご一緒に、つまり共同っていうことにして、うん、で、お嬢さんもとうとう私と組んで商売する気になったんでございますよ、うん、抜け目がないの。午前こそご自分が禁止だなんてそぶりにもお見せにならぬよ。せっかくここまでこぎつけましたのに。いや、分かってる、子供じゃない。
さん、お願いします。ええ、機嫌がいいの。どうじゃ一つ。いただきます。心祝いがござんすか。いる男でもできたか。はばかり様、遠の昔に決まってます。知っておるぞ。伊達という絵師じゃろ。記念じゃ始まらん。そんなことおっしゃるとお人柄に触りますよ。わしを決めつけるのはお前だけじゃぞ。もう一つどうじゃ。はばかり様、わしの会社に来てよ。大変な人望じゃぞ。そうでございましょうとも、女の方にはお優しい。いや、金離れもいいぞ。おとりさんにも。おとり？何を言うか。何じゃその目つくや。おとりさんにお金を貸したとおっしゃいます。バカな。おとりさん、さっきの話きっぱりお答えしますよ。まあ、お嬢さん何をしたんですよ。私嫌ですよ。失礼します。お待ちなさいよ、お嬢さん。おしろ。津川さんがおいでなんですか。あ、いつかお見えなさい。絵描きの先生とご一緒に。じゃあ私が参ります。大丈夫かい。ええ、月の間だよ。他の座敷忙しかったの。ええ、いらっしゃいまし。星野さん、もうよろしいの。ええ、そりゃよかった。稲見先生大変心配してね。ぜひお見舞いに伺わなければって。まあ、あんなこと。でもよく忘れなく先生を連れてきてくださいましたね。先生にお酌してあげてちょうだい。私もいただきたいわ。飲んでもいいのかい。大丈夫。いや、すいません。お姉さん、はあ、おいしい。おしのさん、この間も飲みすぎて
入道部としか上がれなかったくせに。よすがいいな。本当によすがいい。でもこれも流動物よ。流動と申すは流れに動く。まるで七の入れ替えのようだわね。そう飲んじゃ毒だよ。伊達先生もおよしとさ。はいはい、それじゃあ辛抱しましょうね。本人お亡くなりなすってもまだこんなに思われておいでなさい。その方のお人柄が忍ばれるね。ね、姉さん、本当にその方はね、万人の中に一人もいない。粋で上品でと口にこそ言うけど、どこを探したらそんな人に会えるんでしょ。さらけていて応用で気が利いて凛として、怖くもあるし優しい。そりゃ見せたかったわ。やめましょう。生きていらっしゃら見せないわ。みんなにおかぼれされるから。おしのさん、先生にお会いしたいね。ええ。大変なお客が来るな。成り上がりの大事。成り上がりのね。ねえ旦那、あの今月の新富座のお母様伝授お願いしますよ。ああ、いいよ。いいわね。お前さんたちも一緒に行く。近いうちに来ます。でも私近々ここ出るかもしれません。どうして？体が悪ござんすから。あの先生、そしたらもうお目にかかれませんか？そんなこと。またお目にかかりたいわ。遊びにいらっしゃい、谷中の私の家へ。ようござんすか。どうぞ。じゃあ先生の墓にも連れてってくださいな。連れてっていただくし、こんなにうちわに遊ばせていただいて今日ほど嬉しかったことはござん。私にもね、おしのさんと仲良しになれた今日は来ていった。もっとちょいちょい遊びに来てくださいよ。え、古道具屋でも靴屋でも、とにかく娘分で暮らせる今のうちに、できましたらせめて半月洗濯物のお手伝いでもしていいとござん。いやね、すき焼くのは私のお手のもんだ。でもいつまたお伺いできますか。なんだかおいとまごに上がったような気がして。おしのさん、そんな寂しいことは一個なし。あ、たかし、通りまで送ってってあげよう。おっと、買って。お羨ましい。伊達先生といつもご一緒で、縁に打ち込んでいらっしゃれるのが。こと一枝くださいな。また来てくれなきゃ片身のようでね、兄さん。うん、こんなの時に。じゃあ来年もたくさん咲いてくださいな。ホタルどころか人玉が飛ぶ。嘘ばっかりね。いや、ちょうどこの辺を飛ぶんだそうだ。人
手を脅かそうと思って。これも奇妙な人だもんでね、男だけでも女だけでも現れない。そうやって二人で手を引いていくと、ファファーって出てシューッとくっつく。嘘ばっかり。誰も手なんか引いちゃいませんよ。それに三人連れですもの。私なんか幽霊も相手にしようのか。ほらほら、そこのクリクリのあった木が揺らしてくれる。じゃあここは幽霊の通る道なんだわね。そう、柳川行く猛者が棺桶より一晩先ふらふらとね。何さ、私も死んだらここを通ってきましょうね。おしのさん、どうしてそんなことばかり言うんです。でもなんとなし、死ぬのに未練がないんですもの。いけない死にたいなんて、私でも相談相手になれるもんな。決して押しつけがましく立ち入る気ではないんだが。帰るまで起きてるんだって言えばかかんだがね。ごめんなさい。寝ちゃったのね。いやいや、お話して。ちょっとおしのさんだけに。そう、寮に帰らっしゃい。ごめん。ぜひお願いしたいんですがね、おしのさん。じゃあ500円あれば八百屋ができるんですね。ええ、天秤棒方に一生懸命出直す覚悟なんです。わかりました。当てつけがましく散々ハメを外して感動された身で、今さらお願いに上がれた義理はないんですが、誰も冷たくて、それに、おしのさんは顔が広いから。おかげで、かえって首が回らない始末ですよ。ダメでしょうか。いいえ、二三日うちにきっと何とかします。一度は、あなたの許嫁だったんですもの。いや、どうも。やっぱり私芸者になるわ。どうしても。ええ、義理という字に絡まれてね。誰のせいでもないんだけど。およしなさいって言いたいけれど、つらいわね。どうぞよろしく。兄さんのような方ぞ、お役にできるわけがないじゃないか。ついてくれ、わかるんだからさ。どうぞ。あ、兄さん。ん？この名前、覚えないかい？いいよ。新客ご到来。いらっしゃいまし。おかみよ。ん？もったいぶるね、高橋さん。おや、まあ、稲荷さん。よ。いらっしゃいまし。さあどうぞ。あ、二階でいいんだな。あ、どうぞ。
な家へ連れてきて一体どうするんだ。まあまあ、他に一人、女中一人の休まち合いだ。行き届かないとこは開いてごめん。こんばんは。覚えてるだろう、俺の兄貴。ひな子と申します。どうぞよろしく。俺、この人知らないよ。先生の追善会の時、高揚感で会ってるんだぜ。ねえ、あのね。ね、時期来るって？うん。じゃあ、残るとは言うのきだ。え？じゃあまた後で。失礼します。おい、どうしたんだ？まあまあ。待てば帰るの日和だよ。え？あ、いいよ。よしと。おい、なんか持ってこいよ。まあ落ち着きなさいよ。そうだったのか。恥ずかしい。つまらんこと。だがどうして。どうせいつかこうなる身の上でした。決まりなりのをしていつかお宅へ伺ったのも大いと孫いのつもり。先生が何と思いでしょう。先生が。おしのさん、どんなことがあってもあなたの味方だったに違いないよ。嬉しいわ。あれっきりと諦めていたけど、お会いすると力が出るのね。時々会っていただけるわね。必ず。名前は。竹谷の越野と言います。他でもないんだが、兄さんについて芳しからぬ噂があるんでね。絵を描かせてくれと方々歩いてるらしいんだ。いや、私に会うのを避けるそぶりさ。変わったね、稲井さんも。ええ、私は残念でならない。せっかく展覧会であれほど評判がよく、さあこれからという時に。稲見さんのことだからよほどの事情があるんでしょうが。それは私のせいかもしれません。え、ご存知でしょ、おしのさんが芸者になられたの。ええ、気の毒ですね。あの人もあまりしょんぼりしてる様子に出会い、気心の分かった兄に会えば気が晴れるだろうと引き合わせたんですが、それをちょっとも知らなかった。一本の兄のことですから、どうしてもかばってやらなければならないと思い込んだんでしょう。それからというものは。ご注文はどんな絵でございましょうか。ああ、三千の絵じゃ。君前後やってるかね。いいえ。ああ、まあ依頼者の顔を立てて描かせてあげましょう。あ、失礼ですが、ん、画料は。ああ、なるほど、商売じゃったな。いかほどお望みじゃ。500円ほど。ああ、よろしい。値切りはせんからしっかり帰ってください。かしこまりました。でも毎度のことですまないんだけれど、どうしても月は越せないんでね。なんとか都合できないだろうか。ええ、お前の苦しいのはよく分かってるんだがね。そんなことお母さん。これあげますよ。はあ、ありがとう、ありがとう。ゆうべ縁日で隣のおばちゃんに買ってもらったら、
一番大きいのお姉ちゃんにあげるんだってね。あ、そう。姉ちゃんがお礼にいいもの買ってあげようね。おっかさん、2、30日に相撲つけますよ。何かはね。凡人ばかりじゃ。一人として善を心得た顔がない。まるで出来の坊じゃ。話せんな。では書き直しましょうか。いや、ダメじゃ。君にはこの家は書けん。ガリオだけ損するから言い分はあるまい。拾って帰るよ。新潟25、26の女が来ませんでしたか。お見えにならないようでございますが。そう、食事は連れが来てから。は、酒をもらいましょう。あのおビール冷やない。は、サラダとセーゾン、プーレオリゾット。もし、これ、なんて読むんですね。おかみさん、どっかのお弔いででもお会いしたかね。人違いでしょう。お目にかかったことのない顔だ。私だって、知らない人に物を聞いちゃいけないんですか。そうですな。女が他人に出し抜けに物を聞いていいのは、迷子を探す道と仕事に飲ませる薬の名だ。失敬だ。私には主人がありますよ。そのご主人の恥ったらしでしょ。退屈しのぎに日本人のくせにフランス語で若い者をからかうなんて、とんだ了見だ。まあひどい。こっちは酔っている。奥さん、お酌を一つと絡んだらどうなさる。何ですって。そっちが持ちかけた付き合いだ。まさか交番へは駆け出せない。しっちゃん、本当になんて。相当のご身分らしい奥さんが、うじ素性のわからない私などに悪行されるのも、世間を舐めすぎた心違いから起こるんです。ふん、自分たちばかりの東京じゃねえ。まあ、なんて下劣だ。どうしたの。ちょっと年坊がね。ね、並んで書きましょうか。誰もいないわ。まだ何も上がらないの。あ
この通り。いやだ、いい色よ。あなたは何？安いものがいいね。求人の前で何ですか？カレーと書いてあるところはフライかなんかでしょ？は。鳥というところを二品ばかり。はい。それからスープ。後でご飯。あ、かしこまりました。トシボーがどうかしたって？いいえね。さっきお家行った帰り明け、うちに寄るとね、ダダをこねてお母さんお灸を据えるって騒いでましたから、うちに連れてきといたんです。あかりのつく自分から家へ行くの？そんなに暇かい？まさか。いくらうちにばかりいるから。姉さんは出かけるから、もう帰りちっても、おっぱいちょうだいなんて。膝の上から離れないんですもの。かわいそうに。連れてくればよかった。いいえ、お土産を約束してきたの。帰りにね、銀座通りでおもちゃを買いましょう。一緒に来てくださいな。ね。いやさ、表通りは明るいから。でも、二人で買ってやりたいわ。何してんの？ああ、だいぶひどい振りになってきたな。ああ、ちょうどいい塩梅でございましたな。ちょいと寄り道をして遅くなった。どうしたんじゃ。そうか、気づかん。どうかなした？いや、何。さて。おい、そっちのテーブルの。何ですか？君じゃない。そっちにいる女だ。まあ、私？五坂さん、しばらく。これ私の家内ですよ。はじめまして。譜面がついたか。お手にしゃれるな、無礼な。何が無礼だ。アパートレゲーシャを紹介して妻だなどと心証侮辱しとる。そんな奴に食ってはしかん。それは勝手だ。勝手だ。だがそう勝手には刺さんぞ。社会の制裁というものを加えてやる。チェクトリで、こいつら二人は2階からうっぽり出し。いいからやれ。あちらが言われるんだから、あなたがまあ素直にお一人になったらいいですよ。君が出る幕じゃない。何？おとなしくやってんだから。ケトリ、ブランザー取って。危ない危ない。何をするんだ。ケトリ、私お忘れか。篠だよ、辰巳屋の篠だよ。ああ、女王様。分かったか。ええ、すっぱり見違えたもんで。どうも。あ、違う。いや、何でもない。おふざけてないよ。来たじゃないか。勘弁してくださいよ、女王様。その後、ご機嫌いかがで。悪いわ。いや、どうも。帰りましょう。ね。帰るね。ああ。こっちも、それで済む気か。こら、暮らし山。せっかり、旦那様のお宅だよ。お一人で。え。あ、で、あの、竹屋の腰目つけておいて。は、はい、ありがとう。女王様。皆さんお察したか。みんな達者だよ。あなた、あの芸者をご存知なんですか。知らねえ。だってあんた腰のとかだってね。腰もついてねえ。五坂のやつにいじめられてるんじゃないのかね。二三度座敷で会っただけ。それならいいが、あいつにだけは私は命にかけても不承知だよ。誰がそんな気なら芸者なんかになりませんよ。情けないわ。私が浮気をするとでもお思いなの？そんな気でなぜ伊達先生の噂をさせとくの？罰が当たるじゃありませんか。しかし心底から好きな男ができて幸せになるなら先生もきっとお喜びになるよ。できるもんですか、こうやって
それで顔を隠しても先生のお姿がいまだに目先にちらつくのね。幸せが出る。この不甲斐ないざまを先生がご覧になっているような気がして。そんなこと、あなたにお会いするたびに先生のお姿が忍ばれるの。よしてくれ。この間奥さんにそれとなくお叱りを受けたばかりだ。すいません、みんな私のせいなのね。違う違う。いいえ、分かってます。今さら東家と奥様にもお会いできないけど、先生には謝ってあげましょう。どうせ先死ぬんだから。お篠さん、心配するんだよ。この間もね、先生にごちそうになった夢を見たの。お着物のように美しくって可愛い赤鬼青鬼がお召し使いでね、ちっとも怖くなかったことよ。お客たちより付き合い、私もそんなに辛いかい。金さえできりゃな。金欲しい。ないぞ。ごめんください。だいぶお静かでございますね。これから浮かれるところなの。断りきれないよ。さっきからひっきりなしの電話でね。だからさ、ちょっとでも。もう遅いわ。遅いったってそこはお前さん勤めだもの。ほら、あれもあるし、そらね、あのこともさ、いつかのこともさ、でしょ。だからさ、ね、お前さんねえ、いなぎさん、まあ一つあげよう。ありがとう。稲井さんだって分かった方だね。何もご自分で独り占めになさるわけじゃないしさ。ねえ、あなた。お出かけよう。冗談じゃありませんよ。ちっと苦いだと思いなさいよ。いつまでお嬢さんで通るもんですか。八方詰まった体で言いながら、そうわがままじゃ私が困るわ。いいえ、私はいいけど、金が敵よ。ねえ、先生。じゃあ、すぐ帰ります。待っててくださいね。いや、また来よう。お帰り。ああ。おさわ、お帰りだよ。はい。ごきげんよう。うん。お母さんは？こんな雨ぐらい。撮っててくださったのね。一人で大丈夫かい。そっから車で話がしていられます。
追っかけられてもしたらみっともないから。じゃあこれこのままで入っといて。すいません。おしのさん、そんなに困ってるのかね。だってうちはつけなきゃならない。着物からお小遣い、付き合いは張る、生地の稼ぎじゃ月々の芝居の義理見物にだって足りませんもの。うん。ところがお座敷は宴会の一座か、前からのおなじみがポツポツ義理で来るぐらいのもの。当てがないのに総主人だって貸しはしないし、気の毒なように苦しまって。まあいい、どうやら先が苦くなったようだね。だから切羽詰まってここのおかみさんに借りるんですよ。繁をしてもらった分の利息だけでも月々15や20では効きませんってさ。うん、このケチンボばあいかね。それがさ、当てがあるんだわ。越野さんが言うことを聞きさえすれば、小坂さんから借りたお金が帳消しになるんですって。おい、え、おしのさんじゃないかい。あ、そうだわ。あんた、私変なこと言ってるんじゃないんですか。ええ、分かってますよ。でも、先生の掛け軸だけはもったいなくって。そうでしょうよ。どうせ私んとこは地獄宿だから。あ、悔しい。地獄宿って言われたの初めてだ。そんな失礼なこと言います。じゃあ何がもったいないのさ。お好きなお客さんにちょっと拝見と言われたから借りてかけておきゃ、一旦承知しておきながら持ってこうなんて。でも皆さんがお遊びなさるところだから。そうですともさ、みんな人一倍席料をお出しなさってね。あんただけはお顔もおきれい、お口もお上品。そのくせ随分とお勘定には汚いことをなさいます。そうなんでしょ。そうに違いないんでしょ。え、本当にやりきれたもんじゃない。このうちだって二人で出そうと大金を借りときながら、いざとなって嫌気やさしゃそっくり私に押っつけてさ、看板まで出したものやめられやしないし、私一人が貧乏くじ、どなたかは高見で見物。おとりさん、それあんまりだわ。何があんまりよ。ねえお前さん、証拠の証文を小坂さんに借りてみせましょうか。え、見せましょうか。何があんまりよ。元のご主人の母やこと。ほら、泣いてんの。泣くとこないじゃないの。軸どこにある？え？鬼坊がおしのさんから取った軸よ。帰りの絵で白葉と落款があるんだ。確か2階の6畳よ。よし。あんた、どうしたのよ。おしのさんの軸を取り返してやるんだ。あなた、飛行機を引っ込んでろよ。あら？あら、姉さん。若吉さん、どうして？様子を知った上でのこと。まあ私に任せといてくださいな。え、まあいいからさ。ねえ越野さん、あんたの考え一つなのよ。こんばんは。そうやねえさん、ご用でしたら伺いますのに。おや、お取り込み。越野さんどうしたの。いや何、内輪のことですよ。そう。おや、姉さん、お買い求めの軸でございますか。さぞかし結構な。ええ、伊達先生の蚊帳りの軸。越野さん、軸は確かに私がお預かりしましたよ。姉さん、何さね、私だって伊達先生のご贔屓に預かったんだもの。こんなところにこの軸を置いとけるもんかね。若吉ちゃん。はい。いかにお偉い姉さんだからといって人の家へ無断で入り。お前さんのものを持っていくなら泥棒とも言えようが、
もともと越野さんのものだもの。越野さん、いずれまた。お邪魔様。若吉さん、若吉さん、このままでは済ましませんよ。お好きなように。お前さん、お前さんの差し金かい。え、越野さん、金金借りは返して春夜出すぜ。その代わり二度と来るかい。どうしたんですよ、高橋さん。面白いしないよ。あ、私は。あ、いいよ、そしたら。どうしたのさ。いらっしゃい。お旦那。うん、何かお取り物でございますかい。え、な、何が。この辺じゃちょいちょい旦那方お張り込みでございますね。うん、ちょっと出張ったのさ。ご苦労様でございます。手前毎度ごひいきになっておりますので、おっしゃっていただきゃいつでも御用は務めます。あ、ガムくれ。来ましたか旦那。あの二人ですか。我慢するんだよ。ねえ、たまんないやつ。ええ、あんなやつ。私、あんなやつに飽きないものにされてるんだよ。なんだ気の弱い。伊達先生の仲良しが。でもね、なんて情けないんでしょ。年坊がね。どうしたの。今日もね、さくらんぼを買ってっていうのに。毒だと言ってすかしてきました。ヘビイチゴでもないもの。そうかと言って、私にもろくな持ち合わせはないが。どうした旦那。泣けましたぜ。50銭だけあるから都市坊にさくらんぼでも買ってっておやるとね、カラスが言うと詐欺が嬉しいわって涙声でね。かわいそうに。そんないい人たちだが、何をしたか知れませんが、こういうの闇だ。旦那、見逃しておやんなさいよ。お姉さん、今帰るとこだな。冗談じゃありません。いくら電話をかけてもかけても、お客様は五坂さんよ。おとりにばかり根を生やして、めったな私もないくせにさ。なけなしのお茶屋も大事なお客もしきじってしまいますよ。分かってますよ。本当にご主人泣かずだ。さあ、あとあとこの車もらって早く帰ってください。私おとりに言い分がありますからね。おとりさんのせいじゃないわ。まあいいから早く飲みましょう。と言って車屋のご祝儀もないんでしょ。おかにさん、すいません。私、住み返しましょうね。え、どうもする。抱え手があるならね。何さ、メイドならいいでしょ。ちょ、ケーキったらあれしな。これだ。邪魔めやで。ねえ兄さん。ん？もしも俺がだね、ここへまとまった金を並べたら受け取ってくれっかね。そんな金どっから。株というお手の物の商売だね。無理だよお前には。しかし何だって俺に。水くさいな兄さん。お篠さんの地獄の攻めくは聞き虫見てもいるんだぜ。昨夜だってさ、みんなに迷惑をかけたくなかったんだ。しかしあの様子じゃ少しも早く何とかしないと、兄さんあんことだってできなくなっちゃうぜ。積もり積もった借金が2000円近いんだよ。うん、そうだろうな。津川さんに相談したら。できないよ。今まで随分肩身の狭くなるようなこともしてきたからな。
私の姉さん出てらっしゃいますから、きっと返事いたしますって。そう。あいにくおかみさんも出かけてまして。おかみなどどうでもいいな。沢子、奉公は辛くないかい？は？はい。こんなところにいて見よう見まねで必ず芸者になんぞなるんじゃないよ。はい、腰の姉さんもいつもそう言ってください。すいません。いや、姉さんからお電話です。あ、そう。もしもし、もしもし。あなた？ええ、虫が知らしたんだわね。ええ、嫁やと思ったんだけど、ちょっと間を見てかけたんですよ。そう。うん、ああ、私は黙ってるんですもの。ええ、どうにでもしていきますからね。きっと待っててくださいよ。きっとよ、きっとよ、夜が明けてもよ。ああ、待ってるよ。ごきげんよう。待っててね。星野さん、星野さん。なんですね、電話なんかかけたりして。さあ、お待ちかねですよ。さあ、さあ、何が出たの？黒くじ。黒くじ。終わったじゃん。お次は私だよ。ね、滝さん、いただいてね。兄のことは私から申した義理ではございませんが、おしのさんは何とも気の毒で、できますなら。いや、おしのさんが辛い淵から抜け出せば稲城さんの悩みも辛いと晴れる。ただし、おしのさんを縛った金の高も聞いた。私を男にならせていただこうと奥さんにもご相談に上がったわけだ。いえ、そのお金は私に立て替えさせていただきます。奥さん、伊達が死ぬ前のひとときを心から慰めてくだすとおしのさん。稲城さんは伊達が後継ぎと見込んだ可愛いお弟子。お二人をお助けするのは残された私の役目かと思います。あなた、ご遺産の中から君が2000円拝借いたします。ありがとうございます。言葉に甘えて助けていただきます。菅さん、
私なんとなく心がせくので、早速このありがたい志を星野さんに。では私も一緒に。星野さん、そうわがまま言っちゃ御前にすみませんよ。ねえおかみさん、待っていただけませんか。まあ落ち着きなさいよ。おかみさん、おかみさん、ご承です、お願いです。ねえおとりさん、帰らして。ね、おかみさん、お願いです。急に塩らしくなりよったの。その手は食わんぞ。ねえおかみさん、一目でいいから稲荷さんに会わせて。約束があるんです。ね、ちょっとやって。なんですね、小娘じゃあるまいし、あんな会所なしの絵描きなんか。会所なしでも貧乏でも、ねえ小坂さん、いつか稲荷が私を家内だと言ったのを忘れじゃありますまい。芝居もどきの親友だてか。そんなに絵描きが好きなら、これおとり、硯を出せ。この三味線をよこせ。何をなさる。絵を描いてやるんじゃ。早く出さんか。おかみさん。どれ、熊の絵じゃ。嬉しいか。いただいてそれ引き引き。引きましたもん。さ、もう三味線じゃ務まりませんよ。落ち着いて。ねえおかみさん、お願い。ね、わがまま言うもんじゃありませんよ。星野さん、おかみさん、お願い。ねえおかみさん、返して。まあ、頼むじゃないですか。星野さん、おたりさん、星野さん、あまりみっともないまだしないでくださいよ。どこへも出られやしませんよ。
いつ？何かい？でもこれで伊達先生のあの深い槍の日そっくりね。精出してお仕事なさいね。あ、もう思い残すことないわ。私の辰巳屋の娘に戻してあげましょう。俺の申し上げようもありません。聞いたね。何の心配もいらないよ。早く先生の
お膝元に行くがいい。